タン・コープマンさんに大きな拍手が送られております。広野さん、私には今のトッカータとフーがかなり奔放といいますか個性的な演奏に聞こえたんですけれども、私もそういう印象がありました。まあ、もともとトッカータといいますのはこの演奏者の即興性と、はい、高い技巧を表す曲ですけども、その、まあ、それでも今日のコープマンさんの演奏というのは誠に自由奔放で、まあ、人の意表をつくようなところでありました。まあ、そういう意味ではこれをすごく素晴らしいと思う方と分からないと思う方がいる、ようなところもあるかもしれませんが、でもこの個性がこのトン・コープマンさんの特徴だと思います。今日はオルガン奏者広野恒夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。